どうでした？早速決めてきました。背番号22、トゥモシー・ホリフィールド。福岡から今季移籍してきました。ホリフィールドのパス交換、そして中のホリフィールドへ。これはいい連携を見せました。ナイスパス、白戸からホリフィールド。貸していったん、外に出して、チエウズベル、スリーポイント決まりました。岡島。回り込んで、ホリフィールド、そして中に入ってきた、ルーズベルト・アトムス。山形。白戸から、逆サイド、ジェームズ・ベル打ってきた。岡島から、ホリフィールド、決まりました。ジャンプシュートが決まって、山形14点目。浅見俊斗のスリーが決まりました。さあ一方、ここはダンク見事に決めてきました、ホリフィールド。アダムス。ホリフィールドのパス交換、そしてアダムスのスリー。阿部とのパス交換で、村上信也から左サイド。阿部冷静がそのドライブ、決まりました。山形、阿部からマイケル・フィンケー、スリーポイント。一旦開いて、ここホリフィールド、コーナーのフィンケ、スリーを打ってきました。ベルから工藤が決めてきました。阿部がスリーを打ってきた、決まりました。さあ山形のオフェンス、工藤からジェームズベル、スリー、ここも決めてきました。山形に深夜、ここはスリーを狙ってきた、決めてきました。ここは山形、岡島が自ら持ち込んでシュート決めました。まもなく残り2分です。マイケル・フィンケー、スリーポイント。一旦踏み込んで、ここはスリーポイント。ゴールしたアダムス。岡島、スピード上げ、ドリブルのティータッチ、ここはよく決めてきました。岡島、素晴らしいシュート決めてきました。自らスピードを乗ったドリブルで決めてきました。この場面です。かわして、ここは技術の高さを見せました。村上俊斗がマッチアップ、中に飛び込んで、ジェームズ・ベル決めてきました。中島へ、中のベルから一旦開いて、ここはカットを見せましたが、阿部流星、ここしっかり守っています。福岡、ベル、ここはよく決めてきました。山形、ベルからアダムス、アダムスが持ち込んで、リバウンド、ホリフィールド、そして最後アダムスでした。厳しいディフェンスをかわして、このシュート、ピンケじわじわとゴールに迫って、ここはよく決めました。ベルがゆっくりとボールを展開します。そして自らアタック、村上信也、一旦開いて、マイケル・フィンケー、スリーポイント決まりました。なんかそれに、ここはチゲトがカットした、そのまま自らアタック。児玉、こうどうする、一旦重富に出して、重富周期のドライブ、ここも山形守ります。このオフェンス、ベルが自ら切れ込んでシュート決めてきました。
こういったところも本当に今日は